マルグレーテ一世は、デンマーク摂政、ノルウェー摂政、北欧連合王国の実質支配者で、カルマル同盟の締結者。女王ではなかったが、実質的に、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの北欧三国を支配し、女王と扱われる。マルグレーテは、デンマーク王バルデマー四世の次女として生まれ、10歳で、ノルウェー王コン六世に嫁いだ。 1375年にバルデマー4世が救世すると、バルデマー4世には息子がいなかったため、娘のノルウェー王妃マルグレーテが実権を掌握するようになった。マルグレーテはデンマーク王国参事会を味方につけ、当時5歳の息子をオーロフ2世としてデンマーク王位に即位させ、マルグレーテ自身は摂政となった。1380年にホーコン6世が死去すると、 オーロフ2世は、オーラブ4世として、ノルウェーの王位も継承し、マルグレーテも、ノルウェーの摂政に就任した。こうして、まず、デンマークとノルウェーの同訓連合が成立し、マルグレーテは、実質的な支配者として、デンマークとノルウェーに君臨した。1387年、オーロフ2世が17歳で急死した。当時北欧では、女性の王位継承は認められていなかったが、 デンマークの参事会はマルグレーテをデンマーク王国全体の貢献人に選出した。女王の称号こそなかったが、マルグレーテは実質的な女王となり、直国王を選出する権限を得た。1388年にはノルウェーもマルグレーテに同様の称号を承認した。マルグレーテは後継者として姉インゲボーの娘マーリアの息子で、自身の、また老いにあたる。 ポメラニア公国に生まれたエイリヒを指名し、エイリヒはまず、ノルウェー王として認められた。最盛期のカルマル同盟一方、スウェーデンではオーロフ7世の祖父で、ノルウェー王兼スウェーデン王であったマグヌス・エイリックソンが1364年に追放され、ノルウェーに亡命するという事件が起こっていた。スウェーデンの貴族は、ノルウェーのホー6世がスウェーデン王になるのを避けるため、 北ドイツのメクレンブルク公使アルブレヒトを国王に選出した。マルグレーテの最大のライバルはこのスウェーデンをアルブレクトだったが、デンマークは1389年にスウェーデンと戦って勝利、アルブレクトを捕虜とし、スウェーデンに対する優位性を認めさせた。マルグレーテは捕虜となったアルブレクトに敗位を迫った。1396年、マルグレーテはエーリヒを デンマーク王及びスウェーデン王として即位させ、北欧三国は実質的に同君連合となった。翌1397年にはマルグレーテの主導でカルマル同盟が結ばれ、デンマークを中心とする国家連合が成立した。この同盟により、北欧三国はスウェーデンが独立する1523年まで同じ王をいただくことになる。マルグレーテは 正式な王ではなかったが、幼い王の摂政であり、1412年に死去するまで三国の貢献人として、北、ヨーロッパを統合する、カルマル同盟の実質的な支配者として、再配を振るった。ありがとうございます。